こんにちは、ミシピーです。今日もズームのことをやってみたいと思います。よろしくお願いします。怪しいオープニングで始まりましたが、今日のテーマはですね、ちょっと画面を変えてお知らせします。はい。ということで改めましてミシピーです。ズームのことについて今日見ていきたいと思います。で、今日のテーマはズバリ。はい、カメラですね。で、ちょっと詳細を書いておきましょう。ということで今日のテーマはカメラなんですが、この3つ書かせていただいておりますけれども、そのズームというものを使う場合はですね、まあ一番簡単なのは何と言ってもパソコン側についてるウェブカメラで、今もですね、こんな風にパソコンを持ってやっておるんですけども、そのカメラがパソコンのところの、まあ上とか下とかに内蔵でついてると思いますんで、まあそれを使うのは一番簡単です。ただし、やっぱりその画質が甘いというかですね、まあそれ用になってない。まあそもそもちっちゃい画面のようにチューニングされてるからそれで十分なんですけれども、まあ今こんだけまあズームが流行ってくるとですね、やっぱりこう、特に男性なんかも、まあ女性もそうですかね、やっぱりより美しくよりかっこよく見せたいというふうな願望が出てくるんじゃないでしょうか。ということで、内臓の像が誤ってました。内臓の像はですね、これだけでよかったですかね。はい。最近漢字が怪しくなってきましたが、まあそれも良い年の取り方ということでご容赦ください。でですね、それでは今まあ映ってる画面はですね、この GH5 というカメラでして、これはまあ例えば、まあ、同じような感じなんですが、こういう一眼レフと言われるカメラをですね、くっつけております。まあ、それをまあ、最近流行りのウェブカムっていうものがあってですね、まあ、なんか最近ちょっと発見したんですけども、こんな感じでですね、Sigma FP をウェブカメラ化し、活用していくための留意点とかですね、まあ、この Sigma FP っていうのは私も大好きな Sigma のカメラなんですが、一眼レフを使って、このズーム会議みたいなものに参加していこうという、まあ、トピック、テクニックが書かれてあります。で、まあやっぱり最近、その富士フィルムさんとかソニーさんとか、このシグマさん以外もですね、結構こういうことができるようになってたりするんですが、なんか標準のこの FP のカメラを買うだけでですね、いきなりウェブカメラできてしまうみたいで、ちょっとこのシグマ社の先眼といいますか、先を見るパワーに驚いておるんですけれども、まあそういうことで、そのウェブカメラか一眼レフをすることで、まあかなり高画質になるということはもうすでにご承知の方も多いと思うんですが、改めて画像比較をしてみたいと思います。ということで、次は、何にしましょうかね。ウェブカム。行きましょう。これはロジクールさんの C920 というものを使ってます。では、ウェブカムの画質、どうぞ。はい、これがウェブカムの画質ということで。まあ、そんなむちゃくちゃ悪くはないかなというふうには思うんですが、いかがでしょうか。はい。まあ、ピントがですね、まあ、自動で合うっていうところも含めてですね、まあ、ウェブカムは便利かなと思いますし、まあ、結構広い画角ですんで、まあ、この状態でもう一度、GH5 の画像です。3219。はい、いかがでしょうか。まあ、かなり違うような気がしますが、面白いですね。で、最後にですね、じゃあ最後は、パソコンのウェブカムでやってみたいと思います。便宜上ですね、こんな感じのパソコン、ノートパソコンですね。このノートパソコンのこの上にある、まあ、搭載しているカメラ、まあ、マイクも一緒に入ってるんですが、マイクだけは
ちょっと別のこのピンマイクを使っておりますが、映像の方はこのパソコン内蔵のカメラということでご覧ください。じゃあ、ちょっとウェブカムの画面に行きます。起動しまして、はい、もう出てきてしまってますが、はい、はい、いかがでしょうか。まあ、ちょっとポジションが同じ条件でないんで、申し訳ないんですけれども、まあ、標準のウェブカム、パソコン内蔵のカメラですね。はい、いかがでしょうか。まあ、これ自動で切り抜きをしてるんで、あとまた違う背景にはなっているんですけれども、これともう一度画面を戻しましょうかね。この画面と、はい、この画面ですね。はい、どうでしょうか。まあ、ウェブカメラと今はパソコンのカメラを比べておるんですが、いかがでしょうか。はい、まあ、この画面ちょっと変更に時間かかるんですが、この画面とこの画面どうでしょう。はい、まあ、やっぱりウェブカメラ、これはウェブカメラの方なんですけど、ロジクールの C920 を使ってるんですけれども、このウェブカメラの方がまあやっぱりちょっと画質は良いかなというふうには思います。ちょっとチャレンジで同時に表示してみましょうか。はい、はい、ということで、まあ、ちょっとこれ設定の問題も多少あるんですが、まあ、どうでしょうかね。まあ、ウェブカメラの方が解像感は高いとは思うんですが、まあ、この東芝のカメラ自体もですね、そこそこいいカメラは積んでるんだと思うんですが、ちょっとその明るさがですね、こう自動処理になってる分、ちょっと画質がっていう感じですね。はい。左側がウェブカメラ。右側がパソコンカメラ、パソコン内蔵のカメラっていう感じですね。はい、ということで、まあ、多分明るさとかですね、その細部まで綺麗に映ってるかって、まあその端から端まで、まあ、ちゃんと合ってるかとか、あとまあ明るさとかが、まあ、かなり通じてると言いますか、まあ、特にそのパカパカ画面がしないというか、画質の違いが見えたんじゃないかなというふうに思います。まあ、被写体が悪いんで申し訳ないんですけれども、まあ、美しい女性であればさらに美しく、そうじゃなくてもそこそこにという感じで、このカメラ選びっていうのは奥が深いなというふうに思うわけなんですが、皆さんの方は今何をお使いでしょうか。はい。これが、ま、一眼レフの映像だということで、はい。まあ、結構、使い物にはなると思うんですが、まあかなり古い世代のパソコンカメラ、パソコン内蔵カメラであればですね、ちょっともやっとしてたりします。パソコン内蔵のカメラはフルハイビジョンの、まあ、画角は最低限あったと思いますんで、まあそこそこ見えると思いますし、ウェブカムの方の C920 もウェブカムの中ではかなりハイクラスの、まあ1万ぐらいする、ウェブカメラで、まあかなり今このテレワークで物が枯渇してなくなってるみたいなんですが、まあ徐々にまあ復活するだろうと思います。でさらには一眼レフということで、まあ普段私の方がこのズームで使ってる画質ですね。はい、まあこういうものをまあ一番いいものを選んでいけばいいとは思うんですが、なかなかまあこういう一眼レフっていうのはですね、まあ気軽に手にすることもないし、ましてまあ業務でってなるとですね、大掛かりに若干なります。まあ、ケーブルを HDMI を挿してですね、今はスイッチャーっていう機材に入れてるんですけれども、まあ、そこまでするとちょっと大げさになるケースもありますが、まあ、いざそのお客さんと打ち合わせをするとか、まあ、大事な、ミーティングだっていう場合にはですね、まあ、今、ライティングも軽くこういうものを使ってやってるんですけども、まあ、ちょっとそういうのがあるだけで、いい印象を与えるんじゃないかなと思います。ちなみに、まあ、ウェブカム自体の、
物はここにありましたんで、まあ、こんな感じに、なってます。見えますかね。まあ、こんな感じで、まあ、三脚を今は立ててますけれども、基本的にはこれがなくてもですね、このウェブカムっていうのはうまくできてまして、はい、見えますかね。まあ、こんな感じでですね、角度を調整してやればいい具合に、まあ、正面向くようになりますので、結構まあ、見た目もスッキリすると思います。なんで、パソコンの内蔵のカメラはだいたいこのあたりについてることが多いと思います。まあ、稀に下から、狙うタイプもあるんで、まあ、鼻の穴が丸見えみたいなことはちょっと怖いんですけれども、まあ、こういうふうにウェブカムを追加して、これはまあ、USB 接続なんで、それを挿すだけで、画質の方を向上させることができると。で、ただし、ま、音声の方はですね、まあ、カメラによってまちまちですし、やっぱ安定性のことを考えると、割とま、口元に近い方がいいと思います。なんで、私は今、ピンマイクを使ってますんで、直に、まあ、割と、口元に近い状況にはなってるんですけれども、ということで、まあ、皆さんもこの画質比較は、まあ、当然といえば当然なんですが、より良い方法を選んでいただければなと思います。はい。このチャンネルではですね、今日はまあ、みんなで言うズーマーということで、YouTuber とズーム、YouTube とズームっていうものを掛け合わせた、まあ、勝手な造語なんですが、まあ、そういう勉強会を今、いろいろやってます。で、まあ、それの今、一人語りにはなっておるんですけれども、まあ、今後こういう、まあ、役に立つような発信をしていきたいと思ってますんで、引き続きよろしければ、チャンネル登録と、まあ、良ければ、グッドボタンを押していただければ嬉しいです。ということで、まあ、ズームでより良いビジネス、あと趣味、プライベートに、使っていただければと思います。ありがとうございました。